で、まあ、簡単に略歴を言っとくと、この1593年の生まれなのね、はい、カラバジョの22歳下になるのかな。で、あのフランスとドイツの、まあ、国境のところにあるロレーヌ公国、フランスとドイツの間にあったロレーヌ公国っていうところの出身なんだよ。でロレーヌってほらよくアルザスロレーヌっていうだろ、フランスとドイツの間、もう年中フランスになったりドイツになったりしてるとこなんだよロレーヌ。あの19世紀以降でもさ、不仏戦争でドイツに取られてさ、第一次世界大戦でフランスに戻ってさ、ナチスにまた取られてさ、でまた戦後フランスになってっていうようなところだから、ドイツの影響が非常に強い場所なんだよね。そこにかつてはロレーヌ公国という、まあ、フランスとは違う国があって、年中いろんなとこからこう侵略されたりなんかしてたんだけど、そこの生まれなんですよ。で、まあ、誰を師匠に修行したかとかそういう経歴が不明なんだけれども、1616年頃にどうもフランドルというかネーデルラント、オランダの方に行ったんじゃないかと。イタリアじゃなくて、カラバッジョの影響がすごい強いと言われてるんだけれども、はい、イタリアでカラバッジョ直に影響を受けたわけじゃなくて、でそのオランダのユトレヒトっていうところに、いわゆるユトレヒトカラバジェスキと呼ばれる人たちがいて、それはそのユトレヒトからローマに絵のあれを修行しに行った人たちが大量にいたんだよ。でその人たちがカラバッジョの様式をオランダに持ち帰ってきたわけで、レンブラントやなんかもそのユトレヒトカラバジェスキから影響を受けて、あの明暗対比の激しいキアロスクールの絵を描いてるんだよね。そのユトレヒト・カラバジェスキを通じてカラバジョのことをいろいろ学んだと言われてるんだよ。でちなみになんでそのオランダからとかね、ベルギーからとかね、ローマにルーベンスなんかも行ってるぐらいだけど、オランダからはなんであのアムステルダムとか、あそういうとこじゃなくてユトレヒトからやたら行ってんだっていう。そうですね、なんでですか。それね、ユトレヒトって当時オランダにおけるカトリックの最後の牙城なんだよ。へえ。だからローマ行って、で、あの宗教画の注文があるんだよ、カトリックの牙城だから、はい、だからそれでローマでそのカラバッジョに学んだような、あの明暗対比の強い宗教画各画界なんかがいたんだけど、そこからユトレヒト・カラバジェスキ経由でのカラバッジョ吸収なんじゃないかと言われてるのね、この人。で1639年から2年間ぐらい、これあのロレーヌ公国がいろんなスウェーデンとかいろんなところに攻められて荒れたっていうのもあって、パリに行ってルイ13世に仕えた記録があるんだけども、それ以外はほとんどそのロレーヌ公国のリュネビルっていう町が、これがいかにもジョルジュ・ラトゥールらしいんだけど、リュネビルって月の都っていう意味なんだよね。その町で活動して、そこで1652年に58歳で亡くなったと。いう画家なんだけども、その亡くなった後もすぐに忘れられちゃって、もうずっと知られてなかったんだよ。それを20世紀になってから1915年にドイツの学芸員でもあり美術評論家でもあったヘルマン・フォスっていう人がいるんだけど、この人が再発見して、ジョルジュ・ラトゥールって本出して、はい、でそこからこの再評価ブームが始まったのね。でこのヘルマン・フォスっていう人はさ、ラトゥールを再発見したっていう大功績があるんだけど、その後さ、ヒトラーに抜擢されちゃって、はあ、ヒトラーが自分の故郷のリンツに総統美術館っていう、総統ってあのヒトラー総統の総統ね、総統美術館っていうのを作ろうとしてた、その館長に抜擢されちゃったんだよ。そうですか。なもんだから、あの美術品略奪やなんかにも結構絡んじゃった人なんだよ。なんだけどこの人すごい不思議で、戦後裁判にかけられてるんだけども、無罪放免になってんだよね。なんでか、なんでかわからない、なんでか無罪放免になって、結構普通に活躍しちゃってる人なんだけど、まあ、そのヘルマン・フォスが1915年に、まあ、あの再評価した人だったわけですよ。特に日本ではさ、こういう感じのよりもこういう感じ、このろうそくの光に照らされたこう静かな宗教が、まあ、これマグダラのマリアなんだけど、このろうそくの光の描写が抜群なんだよね、この人ね。だから夜の画家って
知られてるんだけれども、実はこのジョル・デ・ラトゥールって大きく2つの時期があって、この1630年頃を境にこれを書き始めるんですよ。夜の宗教画を書き始めるんですよ、はい、このジョル・デ・ラトゥールの夜の絵のまあほとんど8割以上は宗教画なんですよ、はい、実は。だけどそれ以前って結構こういう昼の風俗画を描いてるんですよ。これ実は昼の絵なんですよ。昼っぽくないんだけど、うん、ちょうどこれ夜にの絵になって過渡期的な頃、1634年ぐらいの作品って言われてるんだけども、こっちの作品見ると昼っぽさが分かる。あ、そうですね、うん、明るいですね。と思う。だからもともとこれはラトゥールの、まあ、昼の風俗画なんですよね。でこちらこのルーブルにあるこのダイヤのエースを持つイカサマ氏っていうのは、もともとねテニス選手のピエール・ランドリーっていう人がいるんだよ。フランスのテニス選手で、はい、この人あのラコステは知ってるだろ。あ、スポーツブランドになった はい、あれルネ・ラコステっていう人がやっぱりテニス選手が始めたんだけど、はい、ラコステのあだ名がワニだったからワニがついてんだけど、そうですか。そのラコステとかと同じ頃に活躍したテニス選手でピエール・ランドリーって人がいるんだよ。でこの人はこの美術収集家としても有名だったの。でそのピエール・ランドリーが1926年とも31年とも言われるんだけども買ったんだよ、はい、2500フランで買ったと言われてるんだよ。それでこれはドイツのフォス先生が言ってるジョル・ド・ラトゥールの作品じゃなかろうかって言ってフォスのとこに鑑定に出すの。そうするとこれもうどうやっても見えなかったんだけど、ここにサインがあったんだよ。あ、このちょうどこの詐欺師の肘の下のこの辺のところにね、はい、でサインがあって間違いないと、うん、フォスの鑑定がついて、それでだから1931年にこれはラトゥールの作品ですって認められて、でちょうどその時ロンドンでフランス絵画展っていうのをやってたんで、そこでまあ初公開されて、で、フランスに帰ってきて1934年にオランジュリー美術館で17世紀写実絵画展っていうやつにこれが展示されたんだよ。でその時その展覧会の図録を担当してたのがシャルル・スターリングっていう学芸員の人なんだけども、その人がこれジュネーブに同じ作品がありますって見つけてきたのがこれなんだよ。へえ。で、戦後ジョルジュ・ド・ラトゥールの再評価がどんどん高まっていく中で1972年にオランジェリー美術館でジョルジュ・ド・ラトゥール展がついに開かれて、でこれが2枚展示されるんだよね。でその時にルーブルが買ったって言ってこっちを当時としては破格の1000万フランで買ったんだって。うーんって言うけど、はい、多分ね当時のレートってね8億2000万ぐらいなんだよ。え、安いですか絵にしては。あの2500フランで買ったことを思えばすごいんだけど、はい、まあ、今だってすぐ100億とか言うじゃん。だから当時はそんなもんだったんで絵の値段、今の絵の値段がいかに非常識かっていう話だよ。まあ当時としては破格の1000万フランでこれをルーブルが買ったわけですよ。でこっちの方は、まあ、スイスのマール貴族の末裔が持ってたんだけども、その1981年にさっき そのテキサス州のキンベル美術館が買ったという、まあそういう作品ですわ。ああ